どうもこんにちは、カルビです。今日は相馬がネクストの撮影をこうやってまして、でそこをですね、僕らで行ってこうラッチをして、相馬が来てから詳しくいろいろ話していこうと思うので、そこまでちょっとここで待ちたいと思います。来ましたね。あれはケンマサとミッキーだ。さあちょっと、やべえ、週刊誌の記者になった気分やこれ。どうもどうも、相馬くん、どうも。ネクステの撮影終わりを狙って。なるほどね。はい、来させていただきました。やっぱちょっとだいぶ疲れてると思うんですけど。なるほど、めっちゃびっくりしたわ。相馬さんが頑張ってる姿が見たいと視聴者の方がたくさん言ってるので、この後一発目の撮影このまま行きましょう。もう準備も全部してありますので。なるほどね。はい、そうなんですよ。いやもう今日朝6時集合っすよ。早いね。早いね。頑張ったね。はい、じゃあもう一回頑張ろう。行こうか。ちょっと待って、その髪型が気になるわ。髪型気になるでしょ。あと目も気になる。目も気になる。メイクも気になる。いろいろあったのよ。ああ、そうなの。それも話そうか。今日ね、はい、一番やばい日だ。ああ、うん、でも大丈夫さん、移動時間結構あるんで。ああ、移動時間。準備全部してきてるんで。じゃあ行きますか。よろしいですか。行きましょう。すいません。じゃあ総さん、これつけてください。うわあ。頑張っていかないといけないですから。まあまあそうですね、はいはいはい、頑張って、まあ、どこにでも連れてってくれって感じだよね。そうそうそうですね、うん、移動時間とかもほんと鬼、うん、鬼鬼鬼鬼鬼鬼移動時間で、え、かっこいい、ね、こっち見て、うおー、五条悟みたい。うわ、もう完全にね。え、ちょっとマスク取ってみて。あ、閉めてください。うわうわ、俺やんだよ。じゃあね、すいません、よろしく。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。え、おじさんじゃん。おじさん来てる。よろしく。一発目の動画からおじさんいる。そうです、やっぱ準レギュラーだからね。すいませんけど、よろしくお願いします、今日は。オッケー、ありがとうございます。わかるいな。ここからロングドライブになるので寝ててください。寝れるか。寝ててください。このおじさん人一番喋るんだから。まあ途中コンビニとかは寄るんで。あー、お願いします。でもどこのコンビニかは分からないんで、コンビニ呼びましょう。なんでなんかちょっと緊張がまだ解けてないね。解けてないですね、うん、一応もう1年ぐらいやってるね。1年やってる。あとさすがに A さんには緊張しないです。おやすみなさい、相馬くん。うわぁ、何。いや、ずっと寝てるかと思ったわ。ずっと起きてる。俺寝てるか。いや、それでも見えないかもしんない。これ相当移動してるよね。9時ぐらいです。9時どこ行ってんのこれ。いやいや、まあまあ、いただきますか。熱っ。うん、え、熱い熱い。熱いっすね、めっちゃ熱い。この熱さ異常じゃない。え、なんかぬるぬるぬる。ぬるぬるはないよ。え、なんかぬるぬるだよ。いや、ぬるぬるはないよ。ない、サラサラ。え、ぬるぬるだって。いや、サラサラしてます。え、絶対おかしい。いや、これサラサラ。サラサラ。はい。いや、ぬるぬるしてるってマジで。うわ。うわ、いった。なんだこれ。いった。父さん。はい。着きましたよ。着いた。はい。目隠しを取ってください。いきますよ。はい。まぶし。まぶしですね。まぶし。ちょっとマジでまぶし。ちょっと何これ。はい、鳥取砂丘に来ました。え、砂丘。砂丘。砂丘来てんの。はい、ここからやることは24時間鳥取砂丘生活やっていきたいと思います。うわ、今日ね、 A さんいるじゃないですか。確かに確かに。 A さんなんでいるかっていうと、見てもらったことあるんですけど、こう山に囲まれてるじゃないですか。だからなんか熊とか出るんで、えみたいなこう言われまして。冗談じゃないんだ。冗談じゃないですよ。やっぱ結構出そうだなって思いました。いや、だってこんだけ山に囲まれてたら。でも出てくるってことは、はい、結構クマも切羽詰まってるから、ガチの戦いになるかもしれないですね。戦いにはならないって。一方的な残虐。じゃあ24時間鳥取砂丘生活スタート。散策しましたけどね。そうそうですね。ちょっとじゃあ歩きます。歩きましょう。はい。俺知らなかったんですけど、鳥取砂丘って海に面してんだね。そうや。こういうのちょっと走りたくなるな。おー、走っちゃう。そう、走りたくなんない。おいよ。やっぱ俺らちゃんと年齢重ねてるわ。それね、本当にちゃんともう走りたくないって思ってます。
YouTube やってなかったら来ないから。まあ確かに。あー素晴らしい。多少の草はあるんだな。まあこれ意外やったね。うん、おお。わあ。すげえな。断崖絶壁ですね。そこのもう広場なんか相馬さんのためにあるよね。いやまあそう。めっちゃ一番いいっすね。うん。はい、うわすげえ、ちょっと気持ちいいな。じゃあ相馬さん、はい、こちらお持ちしました。これは、はい、これ持ってきた、持ってきました。結構大変ではありましたけど、マジアホだな。こちらで、はい、要は24時間あるので、はい、1時間に1回このルーレット回していただいて、なるほど、その中のものが取得できるというルールになってます。確かに、で今何もないからね。そうです、早急にマジで何もないから。何もないです。何があるか見ていただきますね。はいはい、どうはい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 。ということでまず砂場セットがあります。砂場セット遊べるじゃないですか。ああ、はい、はい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 、いらんな。次本です。はい、本もマジで、うん、もう時間も潰せますし、まあ、ここから24時間なのか。そうですよ。次が、まあ、熊よけ鈴。ああ、これは結構嬉しいかもね。そう、まあ熊来るかもしれないんで。確かに確かに、まあ、鈴があれば。確かに確かに、避けれるんです。次が日傘です。これはマジでいい。日差しが強いから、ね、マジで強いんで、はい、これマジで嬉しいわ。多分一番当たりじゃないですか。当たりだな、はい、これ。あとまあ次もまあブルーシート、あ、これも欲しい。まあ、意外と砂の上ってはい、はい、ストレスかかるじゃないですか。わかるわかる、意外とね。これめっちゃ嬉しいわ。はい、椅子です。椅子はでかい。椅子があったら日光浴、確かに、はい、ことになるんで。実もサウナと一緒やもん。そういうことです。これめっちゃいい。あの水風呂のないサウナです。そう聞くとちょっと嫌だけど。いちごのないショートケーキ。いやいや、だから嫌なんだよ。例えじゃあ一発で回しますか。お願いします。じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。これ椅子来い椅子来い椅子来い椅子。たた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 、うわーそーうわあ惜しい。一番外れじゃんこれ。こちらになります。いやもうさ、いやもうこれもうガチのやつやもう。はい、でこれ砂場セットはこれで今消えるんで、はい、次から新しいものが入ってます。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうどんどん増えていくて、どんどん増えていきます。まあ、まあ、じゃあ今消しといてよかったかもしれない。逆に言ったらポジティブ、今早い時間帯ね。水はもちろん飲めます。ああ、ありがとうございます。これはもう飲みます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。だこれ砂場遊びってこれなんか落書き禁止だったんですよ。はい、ワンちゃんダメじゃないですか。そう、俺もそれ気になった。しかも俺らもう証拠自分たち公開してんの。でももうこうなったんでこれはお渡ししますよ。もうこれ砂遊びできない。これ砂場セットってもう意味わからんやん。でもこれで遊ぶのはいいから。あ、まあまあね、これをこう気づけなければね。砂場、うん、組み立てとかしてこれ組み立てろって言ってもう組み立ってる。車行きたい。一旦車行きますか。まあ、なんか欲しいもんある？あ、そうだ、ダメなんだ、ごめん。闇かい。お、よくできた。素晴らしい。なんか、すごい美味しくなさそうなアイスクリームですね、それ。今の、これ見えなかったけど、俺が砂場でアイスクリーム作って、大人さんに拍手してんの。死ぬほど怖かった。さっき通りやってみ。はい。怖すぎだって。マジで怖いって、これ。さあ、まあ、20になりましたので、はい、今回新たにですね、はいはい、熊よけスプレーを、まあ、早めにしといた方がいいからね。そうですね、いつ来るか分かんないんで。確かに確かに確かに。いきますよ。はい、せーの、せい。かい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 言い回しがどんな感じ？例文教えて。自然と溢れ出るユーモアの洪水に毎日クラシアンを呼ばなくちゃいけない僕ですが、親戚にとって初めての子供だったこともあり、北島康介選手でも溺れるくらいの愛を受け取って育った僕ですが、もうこれが結構なスパンできます。これ多分あの比喩本です。これ、あー比喩本なんだ。言葉の言い回しをどれだけできるかって本だと思います。清水だっけ？清水じゃない。ションベンボンじゃないけど、それは。30になりましたね。あー、ルーレット熊よけ鈴を追加しました。なるほどなるほどなるほど、はい、じゃあもうほぼ鈴じゃん。じゃあどうすか、今30ですけど、
今んとこすげえ気持ちいいです。あ、まだ気持ちいいです。あの本当に今気持ちよすぎて熟睡しました今。寝てました。もうベッドなのよ。あったかいし、柔らかいし、あのもう汚れさえ気にしなければ最高。なるほどね。じゃあまだ開始3時間はまだ全然楽しい。全然楽しいです、ね、むしろバカンス。じゃあ行きましょう。はい、せーの。いや、ただやっぱクマだけはやっぱ怖いからね。それだけ。おー、日傘。これは当たりじゃないですか。より快適になるやん。いや、もう多分怖いもんないんじゃないかな。じゃあやっていきましょう。はい、ちょっと使ってみますね。おお、買ったくね。これ本当に。あー、いい意味ない意味ない。めっちゃ日当たってるやん。いいわ。どこがいいの。これいいわ。どこがいいんだよ。守られてる。ちょっと寒くなってきましたよ。うん、ちょっとこれもういらねえわ。これ何、これこうボタンかな。ボタン押して。あー、はい、ということで今回は新たに軽食っていうのがありましたよ。わー嬉しい。もう正直ブルーシートもいつもそんな欲しくないし、ね、もう今その砂浜が一番になってるから余計邪魔をして欲しくない。行きましょう。お願いします。はいよ。悪魔よけスプレーも欲しいね。でもいやーって言ったじゃん今。もういらない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 。いやでもこれはもうルールだ、ね、ルールだけど、もうルールだ、ね、まあはい、早く寝ないと寝心地悪いな。はい、ということで5時になりましたので、はい、こちらです。飯、はい、これはこれ止まんないと食えないってこと。あ、そうです。え、飯ちょっと行きたいな、はい、狙ってください。 OK です、OK、はい、はい、ここうわぁ、イッス、イッスかよ。今一瞬来たかなと思ったんだよな、まあ、てかね、これだけあって鈴一回も当たってねえんだよ。ちょっと一回座ってみようか。あ、一回座ってみてください。いいかもしんないもんね、はいはい、あー、でもまあまあこれはこれでいいわ。あ、それはそれでいい。こっちもいいけどこっちもいいって感じだね。あー、うん、住人みたいになってるわ。またが1時間後か。はい、ご飯食べてきますね。仕方ないんだって、俺らもうルーレットに従っていけるって決めたよ。まあまあまあね。次じゃあ飯にしてほしい。今やります。ちょっと支えておいて。黄色の飯になったんで。あれだ、さすがに当たるでしょ。確かに俺狙えばいけると思う、うん、何を何を狙ったの。お前もうずっと呼んでるやん。あのね、おもろいよ。おもろいんだ。普通におもろい。60万人から1年で200万人いくって時に、はい、全部の動画のアナリティクスプリントアウトして、どの視聴率がいいか、どのクリック率がいいか、どの時間が伸びるのかっていうのを全部出してるんです。でその関連性をやってったっていう。なるほどね。あ、さすごいわ。で俺が最初なんかさ、うん、クラシアンとかいじってた、はいはい、しょうもないわ。だから伸びるんだよお前。あの時の俺もしょうもないわ。しょうもないわお前。お前の笑いやがって。お前努力見てんのかヤマトの。なあ、さすが地元の後輩だわ。あんま地元とか言わないよ。一緒にされたくないらしい。ちょっと待って、ヤマトサイト。ヤマトサイト。はい、ということでね、椅子が飯に変わりました。ありがとうございます。飯は4分の1です。まあ飯いけるでしょ。まあ行きましょう。これいけなかったらもう今日食えないっすよ。いや食えるよ。まだ何回もあるそんなこと言わんといて。言わんといて。いきます。せーの、ドン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 。いやー、惜しい。これはもう効くぞ。おい、見てください。クマとの遭遇を完全に避けることができます。じゃあもうこれだけでいいじゃん。これだけでいいっすね。あ、じゃあもうクマよけスプレーいらんか。いらんな、もう捨てようか。海に、海やだね。冗談ですよ。冗談ですよ。実際どうなんですか。ベトが逆に良くないって言われて。いい、出す今の聞いてからこれはおかしいだろ。え、そうなんですか。大声とか出したりするとクマに気づかれたりするから、え、ゆっくりなんか背中を向けないようにしてこうやって後ずさってむやみにチリチリ鳴らしてると。なるほどね。あんま刺激しちゃいけないみたいな。クマ倒す方法じゃん、ちゃんとあるんですか。どうするどうですか。クマって結構注意散漫なんです。来た時にしゃがんで、
さって、うん、クマ興味あるから、あ見るじゃん、見るじゃん、来るよね、なんだなんだなんだって本当ここで終わり、この細い弱そう、弱そうですよ本当そうなの。だから例えば走って逃げるときよ、例えばサングラスとかそれ合いますか、あったら走って逃げながらそれを投げて、あそっちに行くかな。だからその原理を使って、クマもでも人間にビビってるんですよ正直。だからお互いこうなっちゃうから絶対背を向けない距離を取って、それでも近づいてきた場合はもうこうやってから、うん、こう弱そう弱ちょっとあの夕日沈んじゃうんでちょっと見ようか、夕日までこれごと持ってってもらっていいですか、うん、オッケーオッケー。確かに鈴危ないよ、鈴怖い。じゃあ俺ちょっと一応来たら俺バット持ってきて、そう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 、マジで怖くなってきたよ今の聞いて。やっぱちょっと夜になると満ちてきましたね、波がこう高くなって少しこうこっち側に、そうですね、あ、持ってる、ちゃんと撮ってった、ちゃんと撮った、すごい。これが自然の設備だね、なんかその締め方は嫌だけど7時半になります。ちょっとね夕日を追いかけてたら、はい、時間が経ちましたけども、7時のルーレットってことですね。そういうことです。よっしゃ、今回変更はございません。飯を食べましょう。そういうことです。行きましょうか。はい、せーの、はい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 、ガチ飯ガチ飯、あーおーい高いもういいって、次回せるでしょって、まあ8時、まあ、8時回せますけど、2個目なんです、もう大丈夫です。さすがに来ないでしょ、もうもう鈴は消えないんだもんね。鈴はちょっとごめんなさい、これ商品なくなるまで消えないってことでしょ。そうなんですよ。どんだけ在庫あるんです鈴、1個でいいもん、すいません、うわごめんなさい。8時まで、じゃあこのまま時間を潰しますいきますよ。お願いします。もうそこで回さそう。せーの、はい、タウンタウンタウン、マジで、うわっ、やった。何でしたっけ、ご飯バーベキューで、やったー。じゃあちょっと行きますか。でもめっちゃ怖い。でもそう、一回ちょっと回りつつして、うん、真っ暗、すごいわ。まあちょっとシンプルに怖くて、うん、なんかこれ命の危険を感じる怖さっす。なんかもう暗さやっぱちょっとね、都会と違う。そう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 。本当に大丈夫ないから。やっと虫くれるな。いやー本当に。マジでこういうのもありやなと思うようになってきたんだよね俺。地べたに座る。ああ確かに。普段だしなかったもん。なんかすごい嫌だったんだよ最初。うん。いやでも俺多分マジで疲れ今どっときてるわ。なんかね蓄積されたのバンってきたわ。まあでも来るよね。アホなことやってんだな。いやマジで。とんでもないことやってんだから。8時半です。ああ、なるほど。ってことは始まって、まあ、7時間半か。そうだね。あ、違う、12時からだったら8時間半か。8時間半か。
でもまだ半分じゃない3分の1かな。なんかよく考えたら結構相馬って散々だよね。何よ朝早く起きて、ネクセン撮影行って夜に拉致られて、いやいや全然鳥取砂丘まで来て、いや全然いい全然いい追い込めてくれるのがいいじゃんやっぱ。まあまあまあ追い込む、そう、それでこそ価値が出るからさ、すごいや相馬トランク、そうそうそう、それがすごい、シークが発揮される、そう、それがめちゃめちゃありがたいの。コンプラとか、うん、ギリギリのね追い込みをやっていかないといけない、そう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 、と思うよね、やっぱ攻めていかないと、うん、もちろんそうじゃない時もあっていいと思うんだけど、まあね、うん、まあ、トークとかどうやったってなんか追い込めんし、だからいかにね、うん、まあ、面白さを際立たせられるかな、うん、今回のドッキリも見てもらったら分かると思うんだけど、ドッキリしてもらった瞬間、うん、無だった久々のドッキリだから、はい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 、そこはやっぱもうちょっとリアクションしないとなとか、なるほどね、多分疲れてたって気持ちあるんだけども、はいはいはい、なんかありえないそうだ、ね、YouTuber の反応じゃない、いなんか無表情だそういうのを反省しつつ、まあまあまあ、まあまあ、リアルだからいいんじゃない、まあね、うん、やっぱね、俺ら実はこれ1本目の動画じゃん、はい、で、まあちょっとさ、撮ったりもしたじゃん、うん、間に2人体制ってどう、でまあだから正直に寂しさはありますよ、あー、まだ慣れないし、ね、うーん、変な、なんかね、そうそうそう、喪失感みたいなのあるよね、なんかその今までって本当にその俺が控えてればよかったんだけど、うん、控えてていいのかっていう不安がこんな逆出てきてる、あんま出過ぎないように出過ぎないようにっていうのをこうずっと心がけてたんだけど、それってそこにだからよかったの、どっちなのみたいな、またその感覚をつかむっていうところが、出たらまた調子出過ぎないんじゃないってなるかもしれないし、そうで、しかも出方がもう分からん、うん、そもそもね、また試行錯誤しないかんだ、そうそう、でも結局変わんない、試行錯誤することはだって、まあ、それは変わんない、試行錯誤ずっとしてたわけだから、まあ、そうそう、結局変わんないって言ったら落ち着いたわけ、あーなるほど、まあ、結局そうじゃんっていう、YouTube 戦うことは変わんないからね、まあそりゃそうっす、うん、ぶっちゃけちょっと寂しさないんだ、めっちゃあるよやっぱ、うん、だから寂しさというか普段あるものがないんで、ああまあそうだからそういうことだよ、そう、なんだろう、なんかびっくりする、なんか普段抱いてる抱き枕なくなったらちょっと嫌や、あそう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 、なんかね不思議な感覚初めて味わう俺、ああなるほどね、うん、だからそのこと10年付き合った彼女とかもいないわけじゃん、今まで、だからそのこと別れたらこんな感じなんだろうな、そういうことだから心にぽっかり穴が開いたみたいな感じ、そうそうそう、でもやっぱ熟年離婚なんだよ、はい、今回なんかお互いこの気遣い合ってて、うん、まあ多分お互い辛いとこあったわけよ、はい、だから爽快感もある正直、なるほどね、うん、爽快感感じてる自分と、まあでも寂しいなって思う、はい、まあ、これ多分演技も一緒だと思うんだけど、うん、寂しいとか悲しいとか言って立ち止まってもられんし、あ、そうそうそう、本当にそう、振り返らないとね、動画撮るの楽しいから、まあそうね、うん、結局、うん、一番ドラッグだからそれが、ドラッグってことは、いや、本当そうだと思う、うん、痛みも忘れられるだ、本当にもう私生活がもうおぼつかなくてもう YouTube 撮ってる、うん、YouTube やれてるうちは大丈夫かなと思う、絶対に俺はその何回でもアジャストしていけばいいとかさ、うん、どんなことも、ということで10時になりました。8時に最後あのルーレット回してちょっと2時間だったんですよ、はいはい、でちょっと思ったのも結構ご飯とか時間がね関わりまして、はいはい、で、まあ、今回10時からのスタートということで、はいはい、先ほどね飯があったんです、それがなくなりまして、はいはい、今回は今麻雀、うわー、もう一個はですね寝袋です、あーこれは絶対欲しいな、はい、寒すぎたんでこれもらったんですけど、あそうですね、はい、ちょっとねレベチの寒さになってきました、あと何よりも怖いっていう、そうっす、もう暗すぎて、いや照明なかったら3メートル先見えない、何にも見えないです、だからそれこそクマが来た時に、そうもうここの距離で、あっもうクマよみたいな、気づいた時にはもう終わりみたいな、終わり、もうマジで今もうちょっと怖いっす、怖いっす、もうだからみんな見張りしながらやってます、はい、そうなってくるとやっぱクマよけスプレーとか欲しくなってきてんだよね、まあ、今ね、そうそう、恐怖が間近にあると、まあそうっすね、じゃあ早速行きましょうか、はい、行きます、せーの、クマよけスプレー、おー来たー、すごない、オーケー、これがクマよけスプレーなんです、これはすごいわ、ありがとうございます、これあのグリズリーすらも倒せるっていう、いや強い、ちょっと待ってください、グリズリーだけじゃないです、これアフリカゾウもいけるって書いてあります、じゃあもう絶対よりやろ、アフリカゾウいけるんですか、絶対おるじゃん、アフリカゾウ、ちょっとじゃあこれちょっと持ちながら、はい、そうですね、はい、また1時間ほど時間通してください、はい、はい、ありがとうございます、現在23時かな、
まだ半分も経ってないんで、だんだん風がやばくなってきてます。そうです、寒いですね。寒すぎる、こちら今回寝袋を追加しました。はいはい、じゃあ行きます。はい、もう1枚いらねえって、鈴はいらなすぎるって。これありがとうございます。これ在庫処分セールなんで、はい、まだなくならないんで。うわー、鈴、はい、鈴多すぎる。鈴いるんで、まあまあどっちか、はい、はい、ゆっくり、はい、やっていきましょう。ディスカバリーチャンネルの人が寒いところで何してるか知ってます？腕立て伏せなんで。なりました。はい、さっき何やったっけ。あ、鈴だった。鈴だよ、はい、鈴はまだあの在庫あるんでそのままなんで。はい、もういい加減他のものやってください。はい、いきます。はい、せーの。あぶねえ、あぶねえ、よかった。お前あぶな、ちょっとヒヤッとしたやけど。マージャンマット、いや、これはと思ってたんで、スーさんとエースさんがいるんで、はいはいはい、4人でマージャンできます。いや、最高です。これが一番寒さしのげますよ。ああ、そうだね、まあ、久々やな。上がるな、めっちゃ。砂丘でマージャンやったやついないんじゃない。いや、いないです、絶対に。1位になりました。はい、はい、後半戦ですよ。後半戦です、はい、はい、行きましょうか。そうですね、まあ、もうマージャンがなくなっても寝袋にしたんです。それちょっとそのまま寒かもしれないですね。まあまあ、そうだね。お願いします。せーの、はい、寝袋かい。もういいって。もう何回やるのこれ。本当にマジで、はい、ありがとうございます。はいはいはい、もうこれでもうクマ絶対来んわ。何回言ってるそれ。はい、ということで今2時になりましたんで、クマ焼け鈴だった。もう本当勘弁してください、はい、もう本当にもうそんなんいいですから。もういいです、もう笑いはもう十分十分です。寝袋いきます。お願いします。はい、寝袋です。ここは寝袋ですよ。寝袋です、ね、余裕で寝袋です。さすがにここでね、寝袋引く、もう鈴やないかい。3時ですけども、はいはいはい、ちょっと怖いですね。怖いです。ちょっとなんかね、音がする。そうですね、僕暗闇からちょっとなんか音がしたように聞こえちゃって。 どういう音。ガサガサっていう音なんで、もしかしたら鳴き声みたいな音したんですよ。せやんな。え、グーみたいな。俺マジこれ見せながら。いや、スプレーもう一個あるから。二人で差し向かえばいいのかな。二人でこのスプレーかけたらもう余裕。一応さ、どうなるか。うわー、これなんか怖い。怖いな。めちゃめちゃ赤かったの。赤、だからやっぱ唐辛子とかそっち系なの。もう音聞こえたよね。聞こえた感じがするんですよ。そう、感じなんだよ。そう、でも多分俺らがビビってるだけの可能性ある。だけの可能性ある。クマも人間恐れてるから、はい、だからクマももしかして知ってるとしても牽制してる可能性あるから。うん、どうした？ちょっと待って、マジ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 、これ持ちながらやりましょう。ちょっともう本当怖いよ。いや、マジでちょっと マジで怖いです。こんなとこで人生おられんぞ俺。いや、本当だよ。なになに、いや、本当してなかったよ。何の音してないの。ちょっと待って、バットもね、バットもテテ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 テピシッみたいな感じで。無理したって。本当に笑い事じゃない。笑い事、一回して、一回回す。とりあえず3時の分回しましょう。はい、寝袋来た。寝袋来た。でもさ、寝袋ってさ、怖ない。寝れない今。そうだよね、明るくならないと俺多分寝れないと思う。怖すぎ。ちょっと寝袋だけ渡してください。渡してください一応ね。はい、こんなに喜べない寝袋ある。本当にこれもうマジいらないもん。これ一回じゃあもう OK。 じゃあここまでにしましょう。ちょっと警戒しましょう。警戒態勢ですね。はい、さあ、ということで4時の部、はい、はい、ルーレット当たりました。はい、僕は相馬のやっぱり体調心配なんで、はい、早く出ていただきたいので、はい、見てください。もうほぼ鈴です。ありがとうございます。はい、そうですね、はい、風邪ひいたらどうもできないので鈴です。鈴ありがとうございます。助かります。鈴が初めてやな。鈴が一番助かる時間が来るとはね。そうですね、まあ、これ5秒で終わるんで、もうおやすみなさい。
ございます。おはようございます。ちょっと昨日ね、はい、4時5時ぐらいにちょっと、はい、まあ相馬の体調がちょっと心配になったんで、まあ、ちょっとちゃんと寝てもらったっす。ありがとうございます。現状10時になりまして、はい、あと2時間で完了と、はい、いう感じになりますんで、いやこれはもうね、正直昨日意識朦朧としてましたもん。まあ確かに眠すぎてめっちゃあったかいじゃないですか。本当に同じ場所なのかなって思うくらい寒暖差エグいっす。エイさん見てください、これ昨日の俺ら壮絶の戦いが分かります。スプレーもうほらピン抜けてるじゃん。ピン抜きましたもん、はい、使うことはなかったですか。はい、一応試しでね、試し打ちしましたよ。唐辛子スプレーみたいなので、試し打ちした後にカルビがその後トイレ行ってチンチン触ったんでチンチン痛くなるっていう大事件が。どこまで、うん、俺らの身を守るためにちんちん犠牲にしてるんですよ。はい、じゃあいきましょうか。では、はい、ルーレットを回してください。マイル、やばい、続かよ。次最後ルーレットだ。おお、やっと10時間。じゃあそこまで休みましょうか。もう日光浴しましょう。11時の会にありました。ラストです。うわー、長かった。回しますよ最後。はい、計測もう最悪や。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ10時間、はい、よいしょよいしょ。誰がキングボンビー？ボンビーやん、うん、お前やっぱ黒くなったね。でもやっぱ久々に動画撮ったけど、はい、やっぱ動画面白いね。まあそうっすね、やっぱ結局なんかこうやって仕掛けてくれて、はい、いやもう本当今後ともね、はい、もうよろしくお願いしますと。いや、よろしくお願いします。はい、もうガンガンやっていいん でこれでね、はい、なんかカルビーなんかひどいとかいうやついたらこれマジ許さねえから。お前らお湯さんを冷やそうとしてくれてやってるわけだから、まあまあまあ、それはそれだけは本当言わないでほしい、はい。まあまあそうっすね、一発目からで飛ばしすぎたよね。まあまあでもまあそのぐらいがいいんじゃないですか。まあまあそうだね、はい、こういうのばっかやれるわけじゃないんですよ本当に。まあそうっすね、時間的にもね。鳥取先は1個しかないんで。1個しかないし10時間が往復20時間かかるんで、往復1日かかるんで、新幹線で行けばいいじゃんって思うじゃん。ルーレット持ってきてるから。確かに、うん、そう無理なんだよね。無理やん車量的に。そうそうそう、冷静に考えてめっちゃ多いじゃない。はい、そのルーレットと鈴持ってさ10時間で通ってる先行く。いやそれはそうでしょ、最高でしょ。はい、ということで、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とコメント高評価積極的転載をよろしくお願いします。鈴フェイさんバイバイ、よろしくお願いします。